せーの、あーパチあパチ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 チュクテよさかちゃん、グッドボタン押してね。はい、こうだよ。どうもパパです。今日もまたまたカオとパパ2人です。せいさんは相変わらず風邪で、カオとパパに映ってないことだけが救いだね。今日はね、心理テストをやってみようかなと思って。心理テスト、パパはやったことあるでしょ。そんな本格的なのはないけどね。心理テストって何？あなたの心丸裸。深層心理ってやつですね。そうです。今日はお絵描き心理テストにチャレンジしてみたいと思います。おいおい、じゃあ早速やっていきましょう。まずハートからやってみましょうか。なんか炭ってなってるよ。ママやっちゃった。いいよ、やって。これできない。できない。え、やっちゃったらできないの？ママがやっちゃってんじゃん。おいおい、おい、なんだよ。じゃあ次行きましょうか。待って、いや、できる。あ、できるじゃん。できるよ。この線がダメだ。コネクトされてないみたい。え、どうやってコネクトするの？バッチリになっちゃった。じゃあまずハートから、四角の中にハートを描いてくださいだって。それだけ？え、ハート描くだけでいい、うん、パパも描いてみて。重ねろってこと？うん、重ねていいよ。はい、描きました。回答。回答。あなたは自分に自信がある？結果を見る。大きいければ大きいほど自信があると。おー、なんだけど、はみ出れる人は迷惑。危ない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 。小さければ小さいほど自信がないと。意外、かごちゃん結構自信がありそうなのに。ない。いや、でも私はただ四角の真ん中にいて。じゃあ次行きましょうか。雪だるまを描いてみて。パパちゃん、今回はパパ。はい。雪だるまって難しくない？ Do you wanna build a snowman? Come on, let's go and play. Come on, let's go and play. これ自分の太さを表してくる。怖い怖い。舌が出てる。え、なんで？もう一時間かけんだ。 OK、 結果を見ましょう。頭と体どっちを先に描くに動くか。考える前に。体が大きい人は考える前に体が動いちゃうみたいな。 あるある、物壊すんだよね。すごい動いちゃうんだよね。いや、でもなんかさ、こう賢く動いてくれたらいいんだけどさ、何も考えずに動くからさ、動いちゃうんですよ。こうパッ、合ってる合ってる。すごい。次、じゃあ私行きたいと。チューリップってなんだっけ？チューリップの花が、かおちゃんまずチューリップがわかりませんね。チューリップの花が、花が、ちょっと違う曲が。蝶はいる。その蝶々と関係があるんじゃないの？なるほど。そう、それチューリップ。あ、かおチューリップ上手じゃん。どうですか？じゃあ回答。ずれちゃうかな。え、なに？人がいるの？え、どういうこと？これは無理しといて。蝶、はい、より低いか高いかだって。あ、高い。あ、え、CM。うわーい。うざ。結局できないの？え、遊ばないと。遊ばないとスキップできないの？うざ。そういうパズル嫌いじゃないよ、ママ。私も嫌いじゃない。つい遊んでしまう。結果を見て。結果は？あ、恋愛での理想ポジション。蝶々より高いは主導権を握りたい。なるほど。主導権、同じよりは若干高いんじゃないの。要は自分がリードしたいってこと。したくない。言うこと聞いてくれる人の方が好きなんじゃない。あのかもね。どうなんだろう。お世話焼きだから意外と合ってるかも。まあね、ちょっと恋愛はまだしたことないけど、こういろいろお世話焼きするタイプだから。お寿司のネタを書いてた。え、難しくない？これにどう書くんだよ。え、だってこの角度ってさ、もう…え、この角度…なんでまだ難しく考えんの？え、ほう、これいいじゃん。それは何のネタなんだろう。そう…え、マグロ？まあ、ちょっとなんだろうね。え、なんだろうね。まあ、サーモン。サーモン？切れ目が。サーモンには全く見えないよ。他人か。
からどんな人に見られてるのかは分かります。あら、へえ。赤身、まあ、赤身なのかな、サーモンって。ピンクじゃないの？え、何これ。てかこれさ、色分かんなくね。そうだよ、これじゃ分かんないじゃん。おいおい、その他サブカルじゃん。サブカルパパサブカル。サブカルって何？サブカルじゃちょっとオタクっぽいっていうか。サブカルや、サブカルや。マニア、何のマニアなんですか？マニア、ママママニアかもね。マママニアかもね。あれ、何マママニアちょっともう次行こうか。美しいティアラを描いて。ティアラ、ティアラ、え、難しい。ティアラって難しいね、確かに。やばい、そこなの。うるさい。王冠じゃないそれ。じゃあティアラだ。ティアラ、結果を見ましょう。あなたはこうなる。シンプルな形、地味になる。派手な形、お金にがめつくなる。ビッグサイズ、だらしなくなる。個性的な形、ケチになる。てかこれどうやって判断したらいい？わかんない。普通のってことはシンプルなのかな。地味になるって地味になるってこれなんか全部悪くない？これさ、そうだよね、いい結果が一つもないよね。変わらないとかないの？変わらない。なんかいまいちだね。次、どんぐり。アーティスティックなどんぐりでお願いします。いちご？え？人の顔しない？これ何？すごい。どんぐりに見えない？いっぱいある。え？いちご？てんてんて。え？どんぐりだよ、これ。はいはい、これはいいどんぐりだ。あなたは？自立できてるか。いや、もう自立してるよ。自立できてなかったら困るんだけど。じゃあどうしよう、これ帽子あり？割と自立心が強いタイプ。え、帽子なしのどんぐりとかあるの？本当だよね。俺もう自立心がありすぎるってそりゃもうさ、40何歳にもなったおじさんが自立心なかったら困るわよ。いや危ない、これはちょっと危なかった怖いよ歯磨き粉どのぐらい使うかな。あ、これ心理関係ある？普通の生活習慣だから。いや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 、これくらいじゃない？また少し。なんで王様がこんな作業してんの？そうですね。違うよ。王様が捕まってるの。おかしいだろって。捕まって手伝わないとダメなの。あ、落ち。おお、ああ、見える。え、そして？結構面白い。あ、最後までやってくれてもよかったのに。やらせてくれないよ。当たり前だよ。結果は？え、ちょっとなんで結果は？え、ちょっとなんで結果見ないの？え、見てない？おい、またになっちゃったよ。なんで？自分の実力分かった。自分の実力分かった。結果は？歯磨き粉の量が少ない人ほど自分の実力をちゃんと理解してる人なんだって。これはでも少ないの、それとも多いのかが分かんない。ママからしたら少ないけど。ではこれくらいでかくする人とかいるの。ちょっと中途半端だね、この数字って。違うやつ探してみてよ。もう一個なんかあったよ。同じ会社のやつだからどうだろう。パパのやつさ、手も反応するようになってる。そうそうだ。いや、回答する。あなたは丸々かも。花びらが大きければ大きいほど。多ければ。ところがおっさん、うわおばさん。これって多いの少ない？おばさんが書いた方が良かったんじゃない？危ねー、やんなくてよかった。これ何、めっちゃババ書く系？俺多分書いてたと思う細かく。じゃあ次、アフロ。アフロ書いてみて。え、アフロでしょ、うん、でそれがパパのバッハみたいなアフロですね。顔は描かなくていい、別に。おい描きたい。どういう顔なの？知らないじゃんよ。なんかいたよね、人。グレの前です。そうそうそう。カブのアフロはそんなに大きくないんだ。なるほど。すごい特徴的。何々の濃さがわかる。何の濃さ？アフロが毛深い。でかいほど毛深い。
え、もう毛深いの？毛深い。俺そんなに毛深くないと思うよ。足を見てみよう。言っていい？え？結婚した頃は全然毛がなかったの。おじさんになったからだ。でもなんか年とともに足とかすごく伸びたい。いや、それはあったって。でもね、相変わらず眉毛だけは薄いの。なんか眉毛薄くなっちゃったんだよね。若い頃濃かったんだ。次、アイスクリーム。あ、そっちいいな。かほちゃんはソフトクリームを描きますね。アイスクリームと言われて。俺はね、やっぱアイスクリームやろ、うん、こう、サーティーワンアイスクリーム、水のトリプル。俺はね、私、結果、あなたが好きな人に振られる理由が分かる。お、はい。1段、つまらない。2段以上、遊んでそう。ソフトクリーム、空気読め、空気読め。どういうこと？ちょっと待って、振られる理由だよね。ソフトクリームが読めない。空気が読めない。空気が読めてないってことは、だってアイスクリームをかけって言ったのにソフトクリームかえちゃった。あ、そういうこと。え、じゃあパパの三段は何なの？遊んでそう。遊んで、うわー、遊び人がいる、ここに。だからそんなに眉毛が薄いんだ。昔茶髪と彼くるくる部屋。でも俺、うん、いや、遊んでた。遊んでないです。え、でもなんか試験もちゃーちゃーもういい。次行こうよ。次、オッケー、リンゴの木です。売れたリンゴは何個した？私のリンゴは色塗るから、パパのは色塗らない。おー、結構まんべんなくいきますね。結構落ちてる。はいはいはい。俺はね、やっぱそんな売れる前にしっかり取りますから。でっかどれだけ浮気できるかが分かります。やばい、やばい、やばい、やばい。一度に付き合える人の数です。いやー、ごまかパパはもちろん無理。カホ、ごまたできるの？できない。ちなみに、まだ誰とも付き合ったことはあります。いや、これは気をつけた方がいい。なんで気をつけた方がいいの？だって5人といっぺんに付き合えるから。ちょっとチェックしないといけない、やっぱり。どういうことやね。次、2番目に甘いフルーツを書いてたって。2番目に甘いフルーツ、なんだろう、ね、すいません。マンゴー。マンゴー。マンゴー、なるほど。一番ね、ピーチだと思う。パパは、やっぱ桃かな。私これ一番。うん、まあ、桃とマンゴーできましたよ。パパ、桃描くのうまいね。やっぱいつもお尻描いてるから。初めての〇〇だと思います。何初めての〇〇？ファーストキスの。ファーストキスの。パパ、お尻の味。え、桃の味だったパパ。覚えてないですね。ちなみにファーストキスはいつ？高校生の頃。いや、私中3とかだと思ってたパパ。いや、高校生の頃だと思って。え、その家に連れて行ったから。いやいや、もういいよな。早く次行くよ。次、大好きな芸能人へのファンレターを書こう。何枚書くか。え、わかんない。ソヨン姉さんに手紙を書いていいよって言ったら何枚書くっていうこと。1回で1枚。1枚に愛情をいっぱい込める。まあ、やっぱりもうしっかり自分の思いをね。はい、5枚51枚、はい。まあ、思いをね。手紙の枚数が多いほど、うん、私服がダサい。私服がダサい。合ってる、合ってる、合ってる、合ってる。なんだよ、何が、なんだよこいつ。ここ1枚だって合ってるよ。5枚も書かないとこう重ねて重ねて、ごまかそうとごまかそうとしてるってことだよね。そういうことか。泥棒を捕まえたらどうやって縛っとく？え、こうなのか、こと足逃げれないように。ね、でもう一人にボディンゲン作ってあげる。そっちか。パパやっぱりもう全身をこう、全身なんか、ここまで顔ギリギリまで。もう
そう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 絶対解けない心配性かどうかが、なるほど身動きが取れない縛り方をした人ほど心配性で空回ることを、うん、パパ全然心配性じゃないと思うけどな。いや実はカホちゃんはまあまあそこそこ心配性かなとは思う。でも意外と入っちゃうと平気みたいなタイプ。でも入る前までは心配する感じ。そうそう次最後、あらウサギの絵を描いてみて。ウサギの絵だ。ウサギって難しい。ウサギ幼稚園生の描くウサギみたいになってるけど大丈夫かほ。かわいい。うん、かわいいね。何これ。でも別に顔だけでもいいでしょ。別になんか歪んでるよパパのウサギ。やっぱパパっぽくするためには目を大きくしないといけないってこと。じゃあ結果を見てみましょう。このままながらメイヘラドがわかり。メイヘラド、耳が立っている、元気いっぱい、耳が両片方垂れている、たまに病む、耳が垂れている、超面。え、耳垂らす人いる？ウサギ描いてって言われて。いないよ。あ、でもいる。やっちゃうよ。メンヘラの人は描くんでしょ、多分。メンヘラの人はやるんだよ。ってことは、うちにはメンヘラはいませんでした、ということで。基本的には元気ということですね。